吉田さん、こんにちは。私はですね、麻雀でギャンブルでですね、まあ麻雀といってもギャンブルの面がありますんで、麻雀をギャンブルとしてそれで身を立てようと思った時期があるんですよね。で、それがですね、30歳をちょっと過ぎたあたりだったんですけども、本当にですね、毎日のように麻雀店に行って4時間だけやって、だいたい1万円前後勝って帰ってくるっていう暮らしをしていました。そうするとだいたい30日毎日行けばですね、30万ぐらいになるんですよ。当時はそれでもなかなかいい収入だなと思ってました。行くも行かないも自由ですしね。で、好きな麻雀のサービスを受けながら、で、まあ結構私麻雀は勝ちますんで、緩やかにそれでやっていけるかなと思ったんですよ。ただですね、その怠惰な暮らしを得ようと思ったら、勤勉に行き着くってことに気がついたんですよ。というのが、麻雀1万円勝つつもりで行って1万円負けるってこともね、ありえるんですよ。そうなったら、負けた1万円と勝つはずだった1万円、合計2万円を取り戻すのに、次の日にはですね、4時間ではなくて、もしかしたら5時間、6時間、8時間、10時間、いきなり労働時間が増えるんですよ。しかも、稼ぎのための麻雀となると、それはそこそこですね、プレイヤー同士、お客さん同士やってますから、そんなにね、よくは思われないところがありますよね。いや、嫌われないにしても、やってくれなくなります。実際私が通い詰めた麻雀店では、久保さんが来たら同卓をしないようにしてくださいっていうふうに要求が上がるぐらいだったんですよね。うん、で、これは後から聞いたんですけども、そこの麻雀店のオーナーさんとスタッフに行くと、久保さんと一緒にやりたがる人はだんだん減っていったと。で、最後はどんな時間に来ても久保さんと一緒にやるのはスタッフだけということになったというね、そんなことがあって、確かになと思ったわけなんですよ。で、ここでね、何が言いたいかっていうと、別に私は麻雀が強いことを自慢したいわけではないんですよ。そうではなくって、博打で生計を立てようと思っても、結局はですね、体を壊さないようにやらないといけないと。勝つためには、そこそこ嫌われないようにコミュニケーションを取っていかないと、愛想をよくやっていかないといけないと。それからその店が存続するように、経営にもですね、関わっていかなくてはならないっていうこともあるんですよね。そうなんですよ。せっかく自分が、勝てるような場があっても、そこが潰れてしまったら意味がないんですよね。まあですんで、心の中でですけども、その店が長く続くこととか、その店にお客さんどんどん来ることを心の中で願っていたわけなんですよ。さあ、それですね、今回、この動画でお伝えしたいこと、前回吉谷さんから、普通の人だったら、常識人だったらこんな暮らしを送れないっていうふうなことをね、言われまして、本当にその通りなんですよ。の吉谷さんも非常識な人間ではありますよね。やっぱり常識的な人間ではないと思います。じゃなければ、でなければですね、R34 って車で日本全国回ったりする人、これ明らかに普通じゃないですよね。変ですよ、やっぱり。で、私たちは変なルート、いわゆる道をちょっと踏み外してですね、多くの人が通らないルートで人生を構築することを見つけた同じ種族の人間だと思います。ちょっと変わった人ですよね。ですんで、普通っていうのを言われた時には、ちょっとどっちかっていうと凹むみたいなね。これでも普通か、みたいなね。普通じゃないんだけどな、みたいな感じですよね。むしろ非常識とか、普通ではありえないって言われたら、ちょっとね、その通りっていう風な感じなんで、非常識扱いされるのはもう全然へっちゃらだなっていうところは共通してると思うんですよ。さあ、そしてですね、今回、お題と言いますかね、私がちょっと、ね、お伝えしたいことがあるんですよ。それはですね、よく環境とかね、それから人間関係とか、仕事、この3つが人生を変えるっていう風に言われますけども、私は前々から申し上げてますけども、例えばね、環境が自分の人生を変えるっていうふうには私は思わないんですよ。よくね、周りに稼ぐ方ばっかりがいたら自分も稼げるようになるっていうふうなことをね、言う人がいますし、例えばこういうふうな言い方をします、まあ、これは本当はこのこと私言わないですよ。速稼塾ってのは稼いでる人ばっかりです。ですからあなたも稼いでる人ばかりの環境に来れば自然に稼げるようになるんですよ、みたいなね、こういうインチキ臭いセールスを私は言わないんですけども、こう言いながら高額塾を売ってる方がいるのも確かなんですよ。だからこれは私はあんまりいいセールスではないと思ってます。なぜならですね、環境を変えれば稼げるってものではないんですよ。その環境を使いこなす力量を身につけなければならないんですよ。だってすごくシンプルに考えて、例えば夫婦、ね、お父さんとお母さんとね、パパも2人で住んでるとしますよね。で、例え話ですからね、皆さん怒らないでほしいんですけども、まあ、パパがね、ものすごく稼ぐ人だとしてください。ものすごく稼いで、コミュニケーション能力も高くて、もうネットのセンスもあるとか、情報収集能力も高いという人
人だと思います。むちゃくちゃ稼げるんですよ。で、お母さんは専業主婦です。この二人が同じ環境で毎日暮らしてますよね。じゃあ10年後にこっちのお母さんね、自然に稼げるようになったり、自然に年収1000万とかね、1億になったり、コミュニケーション能力高くなったり、素晴らしい人脈に囲まれたりしますかね。やっぱり同じ環境にいても、まあ、例えばお父さんがものすごくできる人、お母さんが普通の人だとして、その普通のお母さんがすごい稼げる人とか、すごいレベル高くなる人に行きますかね。それね、環境にいるだけじゃダメなんですよ。目指さないといけないんですよね。で、逆にこういうことも言えます。環境が人を作るんだったら、この2人の夫婦、奥さんが専業主婦で、外でコミュニケーション取ったり仕事をしてないとしますよね。そしたらこっちのお父さん、ものすごくコミュニケーション取ったりビジネスむちゃくちゃやってるのに、だんだん環境のせいでこの奥さんに人格とか性格が近くなっていきますかね。ならないですよね。もちろん奥さんみたいになろうっていうふうに目指せばなります。でもお互い目指す先が違ったら、同じ環境にいても同じところには行かないってことだと思うんですよ。だから私は環境が人を変えるとは思いません。ただ少なくとも環境がなければどうにもならないとは思ってます。環境を整えた上で自分が何をしたいかっていう強い意志、これが9割以上じゃないですかね。そういうふうに思いますけども、吉谷さんの考えはいかがでしょうか。これ億万長者合宿の中でも結構ね、重要なキーワードだと思うんですよ。環境を変えればいいのか、人脈を変えればいいのか、仕事を変えればいいのか、どうでしょうかね。それを変えただけではダメだと思うんですよ。変えた上でどのようにその使いこなしていくか、その道を歩いていくか、どう引き寄せていくか、どう自分が考え行動していくか、これを毎日毎日積み重ねていって、あとはっきり言ってね、何も考えずに毎日のルーチンをこなすだけの10年30年の人と大きく差をつけていかなくてはならないと。これが変人への道じゃないかなと思います。普通の人ってのは考えてるようであって、考えてることってのは限定されてるんですよ。自分が関わってる仕事とか、自分が関わってる環境の中でのことをよく考えます。その環境を外れたことっていうのは考えないんですよね。でも私たちフリーランサーっていうのは、何か一箇所に留まって何かをしてるわけではないんですよ。それこそですね、自分以外の宇宙とかね、地球とかいう全部の空間とか、全部の全知全能の中から自分のマーケットを常に探さないといけないんですよね。苦手分野でも勝っていかないといけないんですよ。ということは普通の人ではないかなと思います。そして打たれ強いってことも大事ですよね。何本打たれても立ち上がってくるゾンビみたいな精神力でないと、それこそコメントちょっと書かれたとかね、面と向かって詐欺野郎って言われたぐらいでへこんでたらやってられないですよね。普通の人はへこみますからね。普通の人は精神弱いですから、すぐにダメになっちゃいますし、凡事徹底もできません。せいぜい1週間続けたらいい方なんですよ。そのぐらいですよね。そういうふうに思いますんで、億万長者への道ってのは険しいんですけども、今私がね話したこのね内容に、確かにそうかもしれないなというふうに共感する変なセンスの持ち主でしたら、あなたも億万長者になる可能性があります。そして残念ながらあなたも隠居ができる可能性が出てきます。どうします？それでは一旦失礼します。